はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今回は美容師がやっている絡まった髪の優しい対処法についてご紹介していきたいと思います。はい、ということで、朝起きた時だったりとかお風呂上がりだったりとかで髪の毛が絡まってる、そういった方も結構多いかと思います。で、最近やっぱりね、こうお客様とも、やっぱりこう冬場で結構乾燥してたりとかして、絡まってる髪の毛どうしたらいいのということをね、多くね、ご質問いただいてたので、まあそれのね、もう僕がいつも美容室でやってる対処方法をやっていきたいと思います。で、実際にね、やっぱこの対処法をしっかりとやることによって、髪の毛本当に綺麗になりますし、その後のスタイリングもめちゃくちゃ楽になりますので、ぜひ皆さんやってみてください。それでは動画をどうぞ。はい、ということで、早速やっていきます。こういう風にね、こう絡まってる状態で絶対やってはいけないのが、こういうね、細かめの櫛で無理やり溶かすことです。で、これで例えばですけど、こう溶かそうとして引っかかるじゃないですか。引っかかったりとかすると、この引っかかりの強さでもう切れたりとか、あとはパサつきだったりとか枝毛の原因に結構なってしまう。こういうね、細かめのブラシはできれば使わないでください。というのはね、ちょっと前髪とかでやるのが一番ベストかなと思います。なるべく少し粗めのこういった櫛で溶かしていく方がベストかなと思います。もっと言えば、タングルティーザーだったりとか、これミシェル・メルシェっていうブラシなんですけど、こういったね、ブラシ、結構絡まりだったりとかをしっかりと取ってくるブラシでやるのがベストかと思います。で、なるべく溶かす前に、濡れてる時なんかすごくダメージが出やすかったりもするので、なるべくね、こういうちょっとヘアオイル、少しね、毛先につけていきます。で、これでちょっと保護をするような感じですね。で、つけていってブラシだったりとかで溶かしていきます。で、溶かす際に根元の方からやることは絶対やめてください。こうしてしまうと、もう根元からって結構溶かしづらかったりもするので、こう絡まりが結構出てきたりとか、で、この根元から通すことによってこの辺でプチンって切れることもあるんですよ。で、そうするとね、こう枝毛だったりとか、こういうパヤパヤ毛が結構出てきたりもするので、やるときは絶対に毛先の方から溶かすようにしてください。で、この毛先の方を溶かすときに少しね、これぐらい持って根元の方を少しこういう風にたるませる。そうすることによってね、根元の部分のこう負担も軽減されます。あまりこう引っ張ってしまうと結構痛かったりもするので、なるべくこうたるましてから毛先の方から優しく溶かすようにしてください。で、毛先の方がちょっと溶けてきたら、徐々に上に上がっていく、ね、こういう風なちょっとしたことなんですけど、これの毎日のやっぱり積み重ねによって髪の毛って本当に綺麗に保てていく。やっぱりね、こう今日はちょっと面倒くさいから結構ね、こう上からザクザクと溶かしちゃおうみたいな感じでやっちゃうとね、それの積み重ねで結構ダメージの原因にもなってしまうので、なるべくね、優しく優しく手入れするようにしていてください。はい、そうすることによってね、綺麗に溶かせたと思います。こんな感じで、はい、ということで、こんな感じでお送りさせていただきました。本当に毎日毎日のね、日々の積み重ねで髪の毛って綺麗になっていきますので、ぜひね、皆さんやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。